これから練習ですね。わかってます。それでもなんだか一つのことをするために集まるのってワクワクします。しないですか？そうですね、暗記は得意ですから、それならできると思います。私だって同じです。演劇をやりたいだけで、詳しいことなんて実は何一つ知らないです。はい、好きだからです。楽しいと思いました。みんなで演技するのって、私小さい頃から学芸会とかそういうのことごとく欠席しちゃって、だから絶対演劇部に入ろうってそう思ってたんです。3年間演劇頑張ろうって。でも 1,2 年生の頃はそれどころじゃなくって、3年生はずっと休んじゃって。慰めですか？ですよね。たまにぐさりときます。はい、そうですね、はい、弱いです。それは素晴らしいことだと思います。一緒に頑張ってみませんか？はい、どうぞ。はい、日本人なら誰でも知っている国民的人気キャラクターの団子大家族です。100人家族なんてとても楽しそうで羨ましいです。遊園地に家族で遊びに行ったら大変なことになると思います。でも団子大家族は、はい、ダメでしたか？すみません。いいんですか？そうですか。確かにそうです。それでは団子大家族の説明会になってしまいます。はい、
一緒に食べられないんですか？はい、そうなんですけど。パンを購買で買うってことも、その、学校生活のうちだと思って、友達と買いに行って、話しながら食べるのっていいです。いつかは、学食でご飯食べたいです。今は、あの混雑で引いてしまってますけど。